足跳びで全身をゆすります。はい、椅子の方は肩をゆすりましょう。腕と脚の曲げ伸ばし、立って行っている方、腕と脚元気よく曲げて伸ばします。腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回します。ぐるっと、胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。指先まで伸ばして大きく胸を反らせます。横曲げの運動です。弾みをつけて2度、椅子の方はゆっくりと横へ、体の横気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動、前と後ろへ。腕の振りに合わせてゆったりとねじります。大きく大きく小さく、息を吐きながら片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えましょう。体をねじりながら反らせて、斜め下へ柔らかく、体をねじり反らせるときには足一緒に動かないように気をつけましょう。背の運動です。丸くならないように、背中腰の筋肉引き締めていきましょう。両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで1、2、3、腕と足の運動です。弾んだ呼吸を整えながらゆったりと、深呼吸です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。これでこの時間の体操終わります。今日も一日お元気にお過ごしください。